はい、皆さん、こまめ。やりません。リスのこまめ。やりません。まあ、つらい。ありがとう、大久保忠和ということで。まあ、昨日ね、なんとか暗証状を取りました。今川と現在停戦状態なんですけれども、停戦が間もなく切れるはず。あ、でも言うて7ヶ月か。まだ結構あるね。そうか。ただ、このままじゃあ一気化成に織田家を滅ぼせるかっていうと、それもまたちょっと違う気がするんですよね。まあ、何はともあれ、開発からですね。何しろ、開発が全然進んでないんで、ずっと経った。なんでまあ、この辺もね、頑張って。進めていきましょう。では始めますか。まあやることで言う内政なんですけど、制度改新1が打ちたいんですが、収入があまりにもなさすぎて打てない。収入マジでやばい。朝あるのゆかに、これ朝に来て攻めるべきなんかな、鳴海城とか。いやー、もう明日から仕事なんでっていう話っす。砦で作ってんね。砦で作ってんだったら出た方がいいんじゃない逆に。あの多分今日ぐらいからこれぐらいの時間がデフォルトになる。込めないかな本庄。微妙だな。ああね、金があればね、いけんだけど、城攻めよ。いかんせん金がなすすぎるんだよね。いざ出陣。お指図を頂戴したく。いかに動くかな。これが動かせないからね。大久保忠勝でしょ、我らの。出陣する。今川との停戦が明けるまでにもうちょっと押したいなっていう感があるんだよね、織田を。出陣じゃ。わっ早いの。わっ、今ここひしごいて取ってるのは砦がここに完成しつつあるからです。これが完成するとすげえ厄介なことになるんで、おい、2人はダメだろう。1、2だからこれ、待てよ、これ戦、ここに来なければ巻き込まれないね。戦が始まる。これならいけんじゃないの？ですよね。そういうことなんですよ。タイミングっていうのが大事なんですよね。ずれた間の悪さも、それも君のタイミングなんですよ。やってやりましょう。戦が常に危機的状況なんだけど、大丈夫これ。いきましょう、対戦。待って、落ち着け。いかに動くかな。お撃ちを願います。いざ進め。あ、どうかこれ。打つべき手は何ぞ。引き返したね。よし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 。えらい、えらいぞ。これ勝ちパターン入ったね。偉いです、さすがです。嬉しゅうござる。おめでよ。来ました、タチパ来ました。プディッシュはね、米独自のものを持ってるから大事よな。余りましたね。いきますか。お撃ちを願います。こっからタイミング的には大丈夫。ちょっと向こうの速くなってるのか。だけ散る。激励、まあ攻撃力アップだからそんな怖くないね。怖いのはダメージを受けることです。
日本代表見た？ついに大量得点止まったね。にしてもにしても結構余裕を持って日にちは決着しかあるけど、まあ、おかげさまでね、まあ、韓国もベトナムボコボコにしてるので、おかげさまで 1.5 倍のリターンいただきました。あります最近サッカーでギャンブルしてるからさヤクザのこと始めちゃった。ミルフィールド、こんばんみ。あ、昨日と何が変わったんだって言われると何も変わってないです。やってることは一緒です。命令を下され。ちょっと間を置いてこれをこっちに。こういうこと。全方に手を通る。で、これでとどめまでいきますね。いや、もう明日から仕事とかもうどうしよう。今日さ、あの久しぶりに車乗ったのよ、2週間ぶりに。僕いつもさ、車をね、なんだろう、路中っていうのでもないけど、僕の家の前に車が止められるカーポートみたいになってるとこあるの。で、そこはなんか水浸しになったりとかして、こうコンクリートと土の間にスッと止めてたらさ、アリの巣車に作られちゃってさ、ドア開けたらアリブワッサー出てきて悲鳴上げたわけよ。びっくりした。もう速攻で掃除した。びっくりした。結構ガチめのアリの巣作られちゃってさ、悲鳴上げちゃった。再生できない。米1で米1ってどういうことなの。危機的も危機的すぎるでしょこれ。はいはいはい、やったりましょう。あいつ2800でかいね。はい、1000。お命令を。いざ行かん。先へと向かおうぞ。いや、あの、浮きしないでくれよ。鉄砲さんが怖いな。お撃ちを願います。まさかと思うが、いかに動く。お、お撃ちを願います。そういうパターン。は何。あ、そういうパターンだ。そういうパターン。いかに動くか。こうか。間に合うかなこれ。こうでいいか。これ触っちゃえば、あの、これ叩かなくなるもんね。やるな。さすがパッパ。これもさ、ついたり離れたりして叩かせたり叩かせなかったりすれば、なんとかなるんじゃないかな。多分その間に。自分が試される時ぞ。あれこそは黄金の。でもね、しょ、これで叩くのやめるはずなんですか。そう。で、ここに移動したり、破壊マークが出ると思うんだよね。来るのよ。で、これ、逆転してる？あ、逆転したね、多分ね、ゲージ。うん、下ね、じゃあ引いて大丈夫だ。多分、機動力低下食らってから逃げらんないけど。いや、このパターン怖いわ。やっぱやりました。どうしても被害出ちゃうからね。あ、でも被害そんなに出なかったね、言うほど。よし、これとりあえず出られる軍はないね。ここの制圧さえ急げば500なる前に取り付ける。黒人衆来るよね。うーん、コロクッツァンか。500溜まっちゃったね。あ、ナイスできる。とりあえず自分とこの領土ね。
山菜地を作ってくれてちょっと嬉しい。跳ねないから。でもどっかで今が動くんだよな。小田とはほどほどにしなくちゃいけないんだよね。斎藤がさ、これ本人ないから、小田斎藤ね。だから小田斎藤やり始めてもおかしくないな気がするんだけどな、この状態だと。まあ、長島にこだわってんだよな。打つべき手は何ぞ。行くさぞ。合戦か。へえ、減った。大丈夫。さっき信秀戦で減ったんかな。今 YouTube のさ、画面がくるくる回ってて大丈夫？ちゃんと映ってる？最近回線少しまた怪しいんだよな。いや怖いなこれ。対戦。命令を下され。行くぞ皆の者。まあ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 大丈夫。 OK、 ありがとう。まあ大丈夫ですな。若干ダメ気味。ホスタルのうんこ返すからさ、ごめんして。いかに動くか。あえてまいかに言うというわけですかね。よし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 。打つべき手は何ぞ。ちょっと待ってください。打つべき手は何ぞ。そうそう。打つべき手は何ぞ。ノルート。やったぞ。打つべき手は何ぞ。このルート。行くぞ皆の者。こっち来ないね。さあまあいつもあっちです。お疲れ様でした。いやりです。ハマった。行きましょう。打つべき手は何ぞ。あ、本当？敵を蹴散らすぞ。アーカイブに見てくれるのありがたい。本当にありがたい。すごいっす。我が先方に手を打つと。あがんし、配信で一回見らんないです。え、触れるだけでありがたいっす。これこのまんまいけるね。いけるよな。ちょっと不安にさせない。大丈夫。そこそこダメージ出るね。はい、はい。褒めがないのはね。一番きついかもしれんな。さあ制圧完了。コロクちゃん来てるよね。ここでヒロタダ返せないよな。まあ、コロクちゃんを破ったらヒロタダ返すか。ああそうなんだ。全体的に重いんでじゃあ時々あるよね。僕だけじゃないよ。僕のネットが死ぬほど遅いって言うわけじゃない。遅い。いけ。あ、な、あれな、あ、びっくりした。近づきすると赤くなくなるんだ。え、合戦か。僕さっきまでさ、まあ、ストリートファイターやってたんだけどさ、やっとねあれですよ、ゲーセンモードクリアした。アーケードモード難易度難しいクリアできた。ね、マジで今ストリートファイターハマってるかもしれない。すげえ面白い。そのうち昼間やろうかな。ポサーって昼間配信してよかな。3人ぐらい。3人ぐらいでやってるかなと思った。できる限りぶつからないように車。お前来んなや。いかに動くか。あー目立つのでした。え、どのルートする。もしかして待て、これがダメですか。嫌のいかしかしない。待って、うわ最悪。いかに動くかな。
いかに動くかな。まず最悪ですこれ。時々やるよなこれ。いや逃げるのがちった方向とかず。待って待って、ヒロトの背後、背後戦か。黒人衆だから500まで減らすばっていう話ではあるけど、もうその前にやられちゃうんじゃないこれ。大丈夫か。攻撃混乱たまりきらんねこれね。いやこれ微妙。あの生きてくれ。うわー鬼連だ。あーなんとかあった。あぶねえ。いや怖っ。すげえ被害食らっちゃったよ。これヒロトなんとかの兵がいっぱいあるじゃん。もしかして米が多少有利になるんじゃない。これも出れる軍ないよね多分ね。うん織田方ないよね。だからここでヒロトが引きます。暗礁からまあ出れんのか。出れんなこれこの状況はよ。とりあえずここの砦を建設を抑えられたっていうのがでかいです。濃姫だよね。いやでもなんか出てきそうだな。56でも混乱はさせられるから大丈夫。ゲームプレイドン。ああね、ああ微妙。あっと来た裏切りの男石川一正。管理心こいつマジ強い。すげえ優秀だ。しかしただよ石川一正めっちゃ優秀だよな。中性こいつ低いんだよね。上がりきらない武将の一人じゃなかったっけ。とりあえず石川一正しとくか。妖怪の喜びぞ。金がある内政ちょっとだけできる金がある。嬉しい。以上以上今月の内政でした。いやこれでもね出そうだね。回復して動揺解けちゃいそうだな。お前それはダメだって。ちょ待って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 、それはダメだってばよ。なんでうちなの。よりによってさっきこっちじゃない。何しかないんだけど1なん去らないんだけど何が何ちょっと最強はダメだってばよ。いやほんと想定外の想定外。ご想定外よ。でも俺先手打つしかないっしょ。打つべき手は何ぞ。打てない。斉藤めちゃ強い。めちゃくちゃ強い。あの単に今川でやった進軍についてうんこ戦術やるしかない。攻め口がここしかないからあとは全部織田領でしょ。あと全部織田領だから攻め口ここなんさ。だから先手打つ。我らで城を奪いに参る。やばすぎこれ。なるみ落ちた。城攻め成し遂げたり縄についていただこう断らせていただこう。甘いです。さあどうしたもんだ。皆の者騎乗する。
どうしたもんだ。いや、マジでどうするこれ。なるみを生贄にするか。そうすると、織田を飲み込まれることになるんだよね、斎藤に。うわ、困ったな、これ。すげえ困った、これ。どうしよう。ナイス。ナイス。ということはこれ、いやでも赤出てんだよ、うち。てかこれはでもうちが攻撃設定してから赤じゃない。これなんか解けんの？ほら解けない。やったぜ。おお、怖っ。すり抜けるように生きてるんだ。大久保忠勝な。大久保忠勝上司にしちゃう、上司にしちゃうと混乱が手元から離れちゃうのは怖いんだよな。唯一無二だからね、混乱が。斎藤森くね、織田防衛はどう考えても無理だな。入れるか、大久保忠勝。上司にするにはちょっと弱いんだよな。本田重次。感謝いたすぞ。宝力ね。チアリクロ。恩に着ようぞ。いい。感謝いたす。ありがたく存ずる。闇でこんないたりしないっすか。闇でいないっすか。ねえ、これなんさ、4ヶ月なんさ、あと今川。マジでどうする？マジでどうしよう。ちょっと無茶すぎるさ。領土拡大があだになってんだ今。マジでどうしよう。すげえ困った。絶対落ちるよね、清洲城なんか。え、斎藤にキスもダメだよ、それは。宇治のこんばんみ。いや、マジできついこれ。話があるとのことだ。真珠すれば勝ちなんですか。話だけ話してみよう。高専中より高専、違うじゃん、交際してないじゃん。マジでやばい、どうしよう。斎藤でかくね。これ無理だよね、清洲城ね。いや、織田の連中全部斎藤に行くのやばいぞ。
心中はできないからね。アルミドットの失敗だったかな。いいか。米出し51、ナイス。いや、でも、マムシで落ちるな、普通に。MT のこんばんみ。マムシで落ちちゃうよ。名古屋城行きたいんだけど、名古屋城行くとそれこそ斎藤に流れ込まそうで怖いわ。なんかダーッて来てさ、圧殺されそう。おしょしょおまみマジでやばい。これどうしよう。いや風はね吹かない。あの吹いても本庄が名古屋だから大丈夫。セーフなさん、名古屋城が本庄だから、清洲城で工場戦で風吹いてもここは大丈夫っす。いやマジそれ人材だけど、ちょっとお前違うじゃん。だってねえ頼む六角こっちだってくれ。六角さんでかいっすねー。でけっすね六角さん。どうっすか斎藤なんか。動画はもう今はやってないっすね。信長の野望は毎日編集するの大変でさ、無理。毎日動画編集はもう体力的に無理なのでやめました。他のこと何もできんかった。やめた。わ、やばい、これマジ。お、引いた引いた引いた。もうこれで落ちるんさ。マムシで。頼む、引いてくれ。いや、これ、米なしも1じゃない。いや、これで来るな、攻撃、工場戦。勝った、小田、さすがです。信じてた。さすが。張り渡る。響いちゃった。まさか。いや今日ね YouTube 調子悪い多分。あそうそうだ、そういうのをやりたいから。あれよ。動画止まってるのさ。動画止まってるから動画投稿やめたのさ。いや神がかってる。この勝利マジで神がかってる。YouTube 重みたい。行くか、じゃあ。あ、カクカクなんだ。行くかっていうほど、行けないんだよな。FE でも今やることないじゃん。制作ないんだ。ちょっと待って、これだって全動揺だよ。あ、待って。朝倉が行ってる。何これ、朝倉が突然行ったの。これでもさ、お台は行くと多分、今行っても、落としきれんうちに弱体化したところをサイトに飲み込まれるみたいな感じになると思う。だから、ちょっとしばらく内政しようか。配信がっかくなのは僕のせいじゃないんで、多分僕のせいじゃない。僕のせいの可能性は非常に高いですけど、多分僕のせいじゃない。僕のせいじゃないっていう自信が持ちきれん。あんまりのネット回線がクソすぎて。今日ちょい短めにやるんで、パンにしてください。ここで精度からしてレベル10とこう。よかろう。斎藤とよく結びたいんだよな。不審ね。いや、これでも今川来るのよ、来るのよ、もうすぐ。クールきっとクルーなのよ。どうしよう、それもそれで問題なんだ。あ、ミルフィーユどのは大丈夫なの逆に。また攻めの姿勢でいくか。いやもうマジ怖すぎるこの位置。うん、名古屋城をやって時間かけて落とすことは可能なんすか。多分その間に清洲城行かれちゃうんだよ。ちょっと現実的じゃないかなっていう感じが今してます。あ、これやってんね。
アルミ防衛拠点にしたいぐらいだな、もうこうなったら。ただいないんだよね、ショウが。ヤグラ救護陣だよ。守れるもん守れないよな。ユーネクストってストリーミングサイト、アベマ的な。いろんなもあるね。そういうのすげえ疎い。まあ日本に住んでないから当然なんだけど、疎いから。よろしいですか。今がですね、2ヶ月も嫌なこと言わないでくれ。アベマは知ってる。逆に言うとアベマぐらいしか知らん。武田と吉見通じたいな。あ、斎藤吉見通。悪くないじゃん、収入バカやるけど、斎藤と吉見通じます。もういいって、粉のことで争わないで。いい、その動きがいい、すごくいい。神、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 これ今川さん、神っす。あぶね、救われた、救われた。これのおかげで収入が解決したの、収入が上がらん。いや、この動きマジで神。全面戦争に入ってください、お願いします。なんかすり抜けてんだ、スルスルーって狭いところを。最下が三好により滅亡。さすがだわ。三好強えんだよな。いいですね。もうバチバチじゃん。もっとやって。三輪が竹の飲み込んじゃったりして。これドン引くよね、そんなことされたら。収入がマイナスすぎて。何しようとしてんのそれ。いやいや、いいってそういうことしないで。何してくれてんのこの人。7600ぞお前。キリバカじゃない。いや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 、いやマジ、いや、本当にやめて。ちょっとマジで勘弁してほしいんだけど、これもう。これ多分なんか挑発感食らってんでしょっていうことにしよう。脳内保管しよう。話があると。いやもうやばすぎる。話とは何で真珠できる。よう申してみよう。あっちゃこっち真珠できないこいつ。話があるとのことだが、皆の者、戦の支度だ。いやだよ、引いてこい、アホだろこれ。やめて、本当に。もう早く早く逃げてこい、頼む。いいから早く引け、お前。本当に注いで見せる。はぁ、つっかえ。越後上杉、足なきにいるんですよ。また珍しい展開になったな。あるね、このルート。確かにね、アスナニョって伸びて、でこの後蹂躙されるんだよね。いや、ほんとやめてほしい、今の。なんだと思ってんの、兵よ。引くわ、普通に引くわ。労力使っちゃうけど、まあそんなこと言ってる場合じゃない。こうきな。いや、そうなるよね、当然ね。先手使う。はは。打つべき手は何ぞ。いざ進め。ほんとやめてほしい。 いや、この動きしたくなかったのにさ。我に
続け。ご命令を下され。みな、そしてこんなんやご命令を。ははこれであんのここだよ。支柱に収めまする。ほんとそれ出陣じゃ。それこっちか。ここもないのか。燃えてる。来たね。結気持ち、結気持ち、マジでダメだ。終わってるわ。終わってるでしょ。うん、結気持ち終わってるこいつ。戦場で積極的に部隊攻撃を行うだからさ、戦戦場じゃないじゃん。戦場じゃないじゃん。ここは、ここの場は戦場じゃないですよ。どうしたん？滝があった。今日控えめにします。最初時間は戦ぞ。いや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 、何ぶつかってんのあんた。引いてこい。しろ、誰も言うこと聞かん。これ引いたら炎をやむ。いや、あ、紅茶を濁した。お前ほんとふざけんなよ。打つべき手は何ぞ。遅れずついてまいれ。打つべき手は何ぞ。何君だね、こちらの織田信秀。これね、あんまりやりすぎるとね、今が動くんさ、 100% 出陣じゃ。で、落とせるもん、流しの吉田の兵だけで。全部本田忠敬が悪い。責任を取らせよう。いかに動くかな。行くぞ、皆の者。1、2だから、ここで狩りの地で行けるんだな。次はどのように蹴散らしてくれる。いや、この動きしたくなかったんだよな。斎藤がさ、ついてまいれ。いちゃうから。戦じゃ。あれ、合戦感ない。心構えをせよ。だからどれ。ははあれ、合戦感だね、これね。1、2じゃん。合戦のルールどうなっとるこれ。ご命令を下され。敵を蹴散らすぞ。ここじゃダメなのか。これでいけるぞね。ははいや、これ白ついていけんじゃね。ご命令を下され。敵に打ちかかるぞ。これそうだ。遅れてはならぬぞ。この演出マジでやめてほしい。止めるタイミングでスッと画面アップもヒヤッとする。おかげさまで94しかいないんだよ、大久保忠勝が。もうやばいな、この兵力。あ、でもいかに動くか。本陣狙い来るかな。鉄砲3。いやだよね、そうなるよね、当然ね。打つべき手は何ぞ。次はどのように。敵の大砲を封じるぞ。あ、 YouTube 待って、これなんか嫌な気がする。次はどのように進め。そう、来た。畑が始まった。え、これはまたなんとかして逆転。これ蹴散らされるぞ、下手すると。これやばい、これいっちゃやばいです。
ご命令を下され。ははお茶をお茶を濁す。これでしばらく叩けなくなったのね。槍を構えよ、前に出るぞ。29、これ逆転できれば。今回はパパヒデを蹴散らせればいいからね。逆転したわ。おあ、破壊した。いや、この戦いっちゃ怖いわ。やりましたぞ。もうダメ、何にも残ってない。恥をさらし申したおまけ、ちょっとお土産置いてくなよなんだ今のちょ、お土産置いてかれたんだけど、何今のででんじゃねえんだわ、びっくりするわ。おだ一筋縄じゃいかないよな。もうマジやばい、あのこの家。かたじけない。恩に着ようぞ。いやもうどうするよこれ。国力がないんだけど、領土は広い領土広いだけで。早くこれ終わってくんないかな金がマジでやばい、収入が終わってる。おお。バカな真似をするからよ、信長。信長じゃねえ、信秀。お前終わってる。いや織田ダメだこれ、滅んだ。清水防衛解けてるしね。いや織田全部斎藤に行くのかよ。終わって、ちょっとヤバすぎる。やばすぎる、マジでやばすぎる。もうこの際織田が斎藤に行くのはもう目をつぶろう。無理だ、いずれにせよ無理だこれ。生きながらえよ終わりなのは。だってね、もうダメだよねこれね。込めないサイト。さっきから強行されとる、落ちとる、落ちてるね。あ、待って、打って出た。これ勝てるな引いた信長打って出てるけど、おお、なんだこれ、引いた。すごい、第二次攻撃退けたと言って。じゃあうちがいけるかつ、絶対全然いけないんだ。すごいすごいすごくねこれ、オーダーめっちゃ強いじゃんようしのいだな今の。めちゃくちゃ戦上手じゃん。やめてそれ、収入減るから。破産する、助けて助けて。織田めちゃくちゃ強いよ。でも南が怖すぎる。いや化け物にはね、あのうちもあの汚い戦術でかかるんで、まあなんとかなんですけど。
いやもう嬉しいんだけど、それはね、出してくれるの嬉しいんだけどさ、先立つものがねえんだわ、おまんじゅうがねえんだわ。かけて頼む、なだれ込んでくれ。もう今があるように海を取ろうぜ。海欲しいんだろ。攻撃しよう、攻撃。いやもうなんか今川がおとなしいの怖い。始まってる。信長と道さん、それは無理だろうな、兵力差が。ですよね。やーべえこれ。うわー、これもう今にも動きそうで怖い。なんだこれ、なんか兵が微妙に減ってない、これ兵力減ったの、どうしたの。嬉しいんだけどさ、すげえ。この貿易どうなってる。だいぶくちゃくちゃなったよね、動かしちゃったから。そうだよね、矢倉、待って、矢倉石落とし、これ守りきれんな来たとしても人幕で、これはやばいですね。防衛拠点としてはもうクソな役に立たないわ。聖楼とかやっぱもうたまったかないとダメだったね。あ、夏収入がないまあ外交やってっからね今ね。斉藤さん、アイさんか。あー、よし、とりあえず大きな憂いは一つしのいだぞ。え、よかった、もうマジで未然に切り詰めて外交した回あったわ。よし、このまま斎藤は保っていこう。で、あわよくは斎藤の兵を使って織田を攻めよう。あのさ、よろしいですかね、よかった、斉藤さん、あの多分それダメだと思います、やめましょうちょ、それダメだと思うんですよ、やめましょうね、マジでやめよう。斉藤さん落ち着いてください、多分無理っす、その攻撃。いや、いけそうだなこれ。あ、聞いた、いいぞ、怖い怖い、落ちないか、これ落とすなよ、落とさなくていいからね。おい、やめろそれは。いやもうなんでちょっと落ちたんだけど、フォークカカーンって、もう最悪、こんなことある、ちょっと待ってよ、お、もうズタズタだよ領土が、なんなんこれ、スピードすぎこの家、ちょしんどすぎん崩れますよね、それはね。でも引いてくれ。な、落とすのやめよう。無理だから。ね。よし、いいぞ。見ついて。分かってる。打ってるよ。あ、これ勝つね、パッパが。頑張る、パッパ。どっちの味方だって怒られる。父さんに。死ね物かーって。あー、よしよしよし、また死ぬいだ。オダ強え、オダ強すぎちょ、びっくりするくらい強いんだけど、オダが。北条順調に広がってんな。あの、里見強いね。三崎城取っとるわ。里見兵力バカでかいもんね、今回ね。今川怖すぎる。やっと全てが終わった。まだ堤防決壊してんのか。織田めちゃくちゃ粘るね、すごいねこれね。待ってる、安全に我らを何を、さーいと、おい、一気起きとるもう領内ズタズタじゃないか、斎藤指定も結果抜けた。やってる、やってる、やってる、オッケー。ちょっと金を貯める。いやマジで織田強いね。うん、いや援軍で清洲取ってもらえたらマジで最高なんだよ。それを呼びたいんだよ。ええー、いくつ？2万ぐらい出せる。
4300。これはこうだな。いかに動くかな。これない。いざ進め。遅れずついてまいれ。打つべき手は何ぞ。出陣じゃ。まずノウイルを蹴散らす。でそこに対して天軍化します。斎藤の米がなさすぎんだよ。斎藤の問題ってびっくりするぐらい米ないんですよ。ね、なんかまともに戦えるのはそんなないんだよな。変なんだ。こんな戦ったらマジでクソな役に戦った。内政下手かっていう。米がないんだけど。連兵連兵してるね。いや、これ米丼作りたいんだよね、本当に。いや、本当にね。いや、もう戦に次ぐ戦をしまくってるからなんかね。全然米がないさ。多分、うちもね、このペースで、あ、でも何にもない。うちも連兵このペースで立てると米なくなっちゃうんさ。それが気になる。待て、これだ。アプローチかよ。熱田神宮から。侵入権を買います。次はどのように。城攻めに行こうぞ。出陣じゃ。音録か。ここで出せるかな。要は何ですか。斎藤さん出せる状態じゃないって何。そんな状態ないでしょ。話とは何ですかね。頼むわ。あっ、バカ来たぞ。信長が出てるからね。援軍のみずっと探っていきます。これしつこくしつこく外交を見るけど勘弁してください。それはこれ外交状況ってさ、どこで変わるんだ。これ月が映って米が入ったりすると変わるのかな。戦が始まるぞ。ナイスタイミング。行きましょう。忠勝来たらマジで熱いね。まあ忠勝もそうだし、榊原もそうだしさ、四天王来たら熱いけど、あとはシンプルに元康も欲しい。行きましょうか。はい、戦いかがしましょう。そうだね、確かに皆の者。ルート的にはまさにそう。ルールをください。また野口で全てをかなぐり打ってうちの本陣来るかな。明智はどこにいるんだろうね。あ、いやーな動きしてんのこれ。まあ、迷ってる。迷いが見えず。じゃあ、こうだ。敵がのき口を。やっぱ最悪ルートありますか。行くぞ、皆の者。これ来てんな。待って、動き変わった。このルートはもうこっちは来ないかな。いいね、ナイス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 。戻ってる。まあ、そうすると嫌な予感する。細かーく動かそう。砲術持ちが怖いんさ。だよね、こっち来ると思ったもんだって。いいぞ、大久保忠勝が忍び寄ってるからね。パンポケロコ飛び、細かくペイント入れてね。これが戦国反復横跳びです。この動きすると多分引く。いかがしましょう。取ったわ。いかがしましょう。おどの上で恐るるに足らず。いかに動くかな。行くぞ、皆の者。愚か者がよ。
閉じ込めた。よし、これでここ取れるね。今回ね、タクラ持ってるのでかいんですよ、これ。敵の体力減るから、ただダメージがさらにブーストかかるよね、体力減らすことで。よし、完璧です。完璧な試合運び。いきますか。これちょっと南が早いんだよな、多分。打つべき手は何？マツケン3番、3番ですよ。お前ちゃうよ。ファンのペキションです。ファンのね。このね、体力低下めっちゃでかい。あと、信秀、足止めでかい。怖くない？足止め打たれても。いけるんだったら信長もいっちゃいたいな、これ。このまんま。多分これぐらいの兵力なら信長出てくると思うんだよね。あの光力をさ、ケオス城に取り付かせて。おい、やべやべやべ、しまった、油断した。いかに動くか。あ、でもよかった、これすっ、3回まだ言うほど兵力ないわけじゃないから、そんなに緊張感ないけど、この戦に関しては。敵のとこのあれも先方も先方だしさ、これで敵が混乱だったらもう本当にことなんだよな。まあ、しばしご勘弁ください。よし、じゃあ行きましょう。ご命令をください。ヒロタの今日キビキビしてんだよな、どうしたんだろう。ヒロこんなキビキビしなかったんだ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ちょっと被害は昨日ここら辺でもたついてたよね、くる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 回って。何なんだ、この戦被害でかいぞ。ちょっと相手の被害に比べたらビビってるもんだよ。こんなもんかな。いかに動くかな。いざ進め。完璧。驚くほどのタイミングのさ。昨日で学んじゃった。意外とかく乱ってたまんの遅いんだね。混乱と同じぐらいのスピード保ってるわ。結構強力な戦法ってことっていうことは、いかに動くかな。ごめん、本当にね、何なんだろうね。打つべき手は何。逆にちょっと困るんだ、タイミング難しくなっちゃって。取れる時も、いやいやいや、俺どこ行った。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。これでいけ、これじゃまだいけないね。もうちょっと必要、もう一回かな。そうだ、兵力が相対的に減るって、被害がでかくなるつまんのかな。なるほどね。ありえない話ではない。このままいっちゃおう。99、まあ、ちょうどいいでしょう。あ、両方制圧が入るから、そこよね、問題は。回復しちゃうね、名古屋城。だからこその斎藤なんだけど、頼むわ。本当に、頼みますよ、斎藤さん。城を奪うぞ。いや、これ500回復し、おっと、ナイス。要は何ですか。信長、米がない。聞いても、粉で争うな。制圧めっちゃ時間かかってんな。小物が開けちゃうよね。そうだね、米がないから多分引き返さざるを得ないんじゃないかな。兵力的にも相当不利だもんね。要は何ですかね。あのま
明智隊が誇る鉄砲の威力、信長織田隊が誇る鉄砲の威力、溜まっちゃったね。信長壊滅。話とは何ですか？今、織田裕二が叫んだ。よし、話はついた。出てくるかな。効率下げるか。できる限り兵力を減らして出てきてほしい。広田は下げるふりしてみる。ダメか、ダメっぽいな。ただもうあれよね、そうだね、届いてないね 50% には。いかに動くかな。ただ、撃っててる可能性があるんだよな。でもしょうがない、囲むか、パッパも。城を落とすぞ。いや、違うな。こうだな。目がない。次はどのように。いやーまずい、このまんまだと落とさない。これだった、あぶねえ、そらダメだ。敵の城を奪ってくれ。いやこれ落とせないな、このまんまだと。ご命令を下され。ここ鳥だったんだよね、なかったっけ。手中に収めまする。そうだね、取り立てたよね。だからわざわざこのルート通ったんだもんな。城を落としてみせる。いや撃って出てくれ。頼むパッパ、撃って出て。かといって大久保忠勝返すの怖いんだよな。全軍今のタイミングならサイト動かないかな。あ、国衆ね、確かに。確かに国衆を取り手にぶつけちゃうか。制してくれましょう。この国衆でかいな。次はどのように。これをここにぶつけちゃう。ここでも悪くない。城は落とさねばな。落としてくれんなら最高だけど、これ多分兵力兵糧的に落ちないな。主は城も食らうぞ。なんか言って。これね、引くと出てくるわ。こうだ。平たい。後ろに取り付かせる。で、広田だと引かせます、大久保忠勝を。1回いかに動くかな。うん、いや落ちないねこれね。米不足多分あれだわ。父さん無理だわ。要は何ですか。まだ出れないか。いける。撃つべき手は何ぞ。城を奪うぞ。出陣じゃ。取りに行く。出陣する。
まだ出てきてくれるのよ。どうしたい？まもなくタイムスター。やっぱ堀江って硬いし痛いんだな。どうだろう。平タイムこっち向けちゃう。ここの量取っちゃう。1、2、3だから。そうだ。ならなそうだ。え、水の体、こっち、持ってこよう。拾おうとしてこようぞ。いや、撃っててくれ、頼む。アテナが岩木により滅亡。どういうこと？一瞬のことすぎる。さっきアシナここに領土を、やったねーってなんか取ってんだよね。ちょっと。一瞬のことすぎるんだけど、もう滅んだんだけど、アシナ。どういうこと？しかも岩木にとどめ刺されてるっつうの笑っちゃうんだ。恐ろしいわ。戦となる。戦となった。どこ？布陣を始めよう。信長か。お討ちを願いまする。ここ。うん。ここ。先へと向かおうぞ。ヒロトンかさ。いかに動くかな。ここ。いざ進め。ご命令をください。ここ。あの城は落とさねばな。発戦艦にできれば最高です。なった。ターン。いかに動くかな。なった。いや、そうした。しかも混乱もう一人いるやんね、今回ね。やってやったぜ。対戦。命令を下さい。兵来、こう進めるぞ。打つべき手は何ぞ。さあ、信長どう動くかな。お三。打つべき手は何ぞ。あった。ご命令をください。あ、どうですか。次なる手はいかに。仕掛けどころぞ。いやね、完全に自分のフィールドに引っ張り込みました。進めるぞ。よし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 、いいぞ信長。ほら、こっち来い。策の仕掛けどころぞ。はは、ミノのマムシが強いからね、今回は。よーし、か、近く。来たぜー。これで、まあ、斎藤道さんが引いたとしても、キラがすぐに取り付けるから、で、さらに、うちんとこの暗証所から、バン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 動かしてるんだけどね。小勢をさ、そしたら打って出れなくて、積むでしょ。よ、行きましょう。打つべき手は何ぞ。蹴散らしてくれ。打つべき手は何ぞ。行くぞ皆の者。打つべき手は何ぞ。神聖打つけど、こんな早くね。我が戦の神髄よ。やりき、進むんじゃ。いいっすね。
はい、ゴンベリっていうね。新生強い。すげえ上がるよ、能力。でもね、やっぱ直接打撃とか混乱とかそういう、相手に対するデバフがかからないのがちょっときついかなっていう感はあるかな。ご命令を下され。敵に痛手を与えます。わしの軍略、今ここで使うべきものよ。イノマム。硬いな、信長。素で硬いよ、この男。パン。パンツ。やりました。なんか、ミノマムの混乱の時間、ちょっと長いような気がするよ。普通の混乱より。気のせい。126ね。で、キラが飛び込める。あの城は落とさねば。さらに小勢でもってあの城は落とさねばな。ピオスを囲み込む。これで勝ったね。あと問題は名古屋城だけだ。囲み続けてどうなんかも壊滅するからね。よろしいでしょう。嘘でしょ。同盟残り2ヶ月。いやでも新種上がってるよね。あ、よかった、延長できるわ。よしよしよし。延長もさ、自動、本来なら自動延長じゃなくて、あの停戦切れそうになったら再び同盟するっていうのがすげえ効率的なんじゃなかったっけ。いかに動くかな。あ、織田信康動いてるけど怖くはないね。俺、不甲斐ないぞ、父さん。どうした？言いたい方だ。次はどのように城を奪いに行くぞ。出陣じゃ。いや、なんだ、ここでわざわざ、これを踏むこともない。城を攻める。8000か。まあまあ、たわいない基礎でしょ、これは。やべ、5部隊って書いてあった、今。中マップ入っちゃった。なんだこれ。中マップ入っちゃった。微妙にめんどくさかった。ご命令を下され。やることは変わらんすけど。三方囲みじゃないからちょっと面倒っちいな。領主を手に入れるぞ。お打ちを願います。あ、できる限りぶつからないようにしましょう。多分動かないと思うんだよね。この辺に来ると動きそうな気もするけど、まあでもこっち取り付いちゃえばもう戻らざるを得ないでしょ。素晴らしい。いかに動くか。打つべき手は何か。なんか近づこうとするとこの動きするイメージあるわ。やったぞ。いやね。お。素晴らしい。お指図を頂戴した。どの受け。打つべき手は何ぞ。めんどくさい。あ、よしよしよし、狙い通り。打つべき手は何ぞ。混乱がたまった。いかに動くかな。松平の新参希望ですよ。よし、行きますか。お打ちを願いまする。打つべき手は何ぞ。あ
まあ、これでこの一発で終わるんじゃないかな。なんだったら能力、まあ、旗の取った拠点の数が多いから能力もこっちだもんね。この気は逃さん。なんか言ったの。いらんしそうや。500下回ったね。あっちです。はい、さよか。よし、いや1じゃどうなるかと思ったけどね。斎藤もすって同盟結べてマジで助かったわ。あ、名古屋城からまだ出てきてないんだよな。伊豆のどんぼと返すか。106は今川が動かなければ。あ、ナイス北条。もう信じてたわ北条のこと。そういうことね。動けないのね今川。いやもう神がかってる。ほらだって出してるもん。もう全てが天が松平に味方してるわ。いやえぐ、これ完全に風吹いてんじゃん。天が滅ぼしまえよって言ってるよ織田を。あとは打っててくれるのみですね。打っててくれるのを待つのみで、78日まだ兵糧あるからこの期間中に出てくんないとちょっと困ったことになるけど、どうかな。キオスの城落ちてるね。出てくるかな。出てきそうか。スピードチェンジ、兵糧つきそう。長坂、いやーまあチアリクロー、まあ一度騎乗でいいのか。あ、ありがとう。次はどのように。あの城は落とさねばな。90日ちょっと、これで2つ超えたね。進むのかも。見え暗礁なるみ、いやなるみだよな。暗所ちょっと多いもんね。キオスは多分大丈夫。ははみんな出てる。59日、キラ引かせます。ご命令を下され。え、86日、なんとかなるね。いや出てきて早く。いや、できそうだな、これ46日以内に。おお、ちょっと喋ったから止めちゃったよ。びっくりして。来るね、これね。大丈夫、大丈夫だ。落ちろ、落ちろ、落ちろ。戦が始まるぞ。ねえ、勝った。完全勝利。完全勝利です。誰が何と言うと勝ち。かくいきましょう。はい、1000。お越しを願います。いかがしましょう。信秀ね、油断ならない敵ではあるけど、まあ、こう動くんだよな。反復首いかに動くか。しよう。まずまず。いかに動くかな。そうですね。行くときもいいですか。いかに動くかな。はい、いいね。いかに動くかな。あ、治った。それは何よりです。そうだね。外側に来るよね。打つべき手は何ぞ。打つべき手は何ぞ。謎の反復。素晴らしい。いかに動く。すす。
決して突撃を食らわないです。ルールをくださいフェイントをかけ合う。キャッターのバスケのバッシュのシューズです。打つべき手は何だ。聞いた、勝った。第三武漢、あったかったかった。キャップパー勝ちました。これ勝ち確定きましたね。打つべき手は何だ。あったかった、確実に勝ちました。おだけ熱しましょう。アクラなんてやっぱ段違いだな、ダメージレースが。で、このままいっちゃうか。うん、このままいっちゃおう。やりました。おだけ熱角です。熱角、斎藤が悪さしたり今川が悪さしなければ滅亡確定。よし、やってやったぜ。でまずは名古屋城陥落。城を落としたぞ。おばくるドン、全員来い。サブ断りする。結構来たな。なんとありがたい。帰還していいのはヒロタだと、ヒョロいくつ ?61 か。前回っす。斎藤家もちろん延長しますよ。それでよかろう。青なしを動かす。これでキヨスも陥落ですね。やっ、七人中のため選べませんわ。もったいない。内政その間で進まないのは。サド入れましょう。感謝に達すぞ。今足りないしな。工場断念、何断念しようとしたの。大丈夫、落ちるから信じてくれ。で南の雲台入りましょう。いかがしましょう。アルミから一人動かすか。やっぱ上司早く入れたいわ。怪しさ。遅れてはならぬぞ。血も涙もない諸行。交渉に城を攻めさせるというそのような諸行。しゃあとは任せるわ。さあご命令をくだされ。誰って言ったんだよ。え、強行などそれに、ちょ、いらんか、そういうの。さて、酒井忠次、上司になれる。おめでとう。感謝いたす。強め。ナッツメ。恩に着ようぞ。まあもう、パッパとか、ね、パパヒデとか、信長とかも来るからね。来るよね。怖かったら逆に引くんだけど。かたじけない。スタチン感謝いたす。混乱も多分何人もいるよ。織田家はそれがマジで期待大だよな。
本来で勝てんもんね。さあ、林佐渡の手により清須城陥落。この城を制したは我らよ。織田家滅亡大になりました。やったぜ。いや、一時どうなるかと思ったよ、本当に。ほばくる、ドン。強え、強え。どうしてもないぐらい強い。音六。森ねー。リサンザ。キラツネオキ。キツノさん。ちな。あれ、こんなんいないな。意外や意外、混乱がいない。お使いしよう。来たくてね、俺お断りじゃ。村井二人誰せーどだこぜん。奥さん行っちゃったよ。後で食いても遅いぞ。いやノップ来たわ。滝川は、あ、滝川もしかして、あ、いるわ。大村優子、お使いいたします。先に来た。そうだね、忠誠がいっちゃうの問題だね。アッパー、アッパー、いや、いた、行きますわ。さあ、どうする、こっからぞ。しばらく内政のターンだな、これ。ねえ、ちょっとあんまりにも荒れ果ててるよね、領内。え、何が幸いってさ、これさ、あの、ほぼほぼ軍無知のものになってるのさ、この、体制っていうの。ここの地ね。ここの地だけが最強のものになってるからどうしようもないんだけど、その他の地は基本的に全部うちの軍になってるからさ、内政ちゃんと進められるのもすげえでかい。確かに大事事ね、そうだね。大樹寺ある。中世上がってるはずなんだな。いや、これでも、なんとかしないとダメだ、マジで。そういうこと？これは多分、すげえ怒られると思うな。すげえ怒られると思うからやめた方がいいと思うわ。さすがに。さすがにやめた方がいいと思う。いつのさんは。他方面から非難の声が上がると思うから。ダメでしょ。感謝いたす。別に、あの、織田の連中との中枢上がらんし。上がらんの？ノップと嫁がせられるかな？あ、忠誠だな。次の問題は。ソフィーの小もめ。忠誠か。まあ、手っ取り早いのはこれだよね。どう考えても。欲しいし、シンプルに欲しいし。忍び心得いいね。管理心得めちゃいいな、管理主導。これ大好きなんだ、僕。両前召し上げ。良きでは、これもしかして。ね、まあ、とりあえずこれだな、この2つは。まあ、最悪パッパが裏切ったとしても、ノップがいるからさ。まあ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 、そんな、大騒ぎにはならんすよ。あ、とりあえずパッパこう入れといてやろう。かたじけない。喜ぶでしょ。ねえ、大官ね。わ、ノップも忠誠低いな。今川と面してんのが怖いな。今川に引っ張られそうだわ、ノップ。かたじけない。武将がやべえ。ありがたき幸せ。名のある武将しかいないんだけど。えぐいな、これ。うん、とりあえずはね、斎藤と同盟しておいちゃ大丈夫だけど、いや、本当に怖いのが、下の人よ。おい、おい、ありがたき幸せ。1マス。最強の城主候補、来ましたね。さあ、カズマス、混乱になったね。でけ、これマジででかいっす。シングも捨てがたいんだよな。とりあえず攻撃しよっか。
これを立ててねーって指定できたら面白いですね。能力値がさ、十分に高いときは、なんかここに指示みたいなのがあってさ、全部が60以上とかさ、そういうのがあったら、ここに指示っていうのがあって、大名を自らこれと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 これを立てろみたいな感じでさ、予約をできるとかさ、あったら面白いよね。あっ、難しい。毛利慎介。いや、毛利慎介は対今川のリーサルウェポンだから欲しかったな。ねえ、毛利慎介がいれば、今川義元なんてね、大したことないもんね。今川義元専用兵器、毛利慎介。服部小平太。二人合わされた義元は死ぬ。まあ、しばらくこんな感じっす。のんびり行きましょう。で、金を常に500以上にキープして、朝廷の使いを呼び込みたい。あ、もうマジでそういう感じだ。信長、形勢か持ってんだ。内政の方で、書状もらってんだね、感情ね。今川なんか苦戦してね、これ。駿府館落ちないな、これ。多分めちゃくちゃ硬いかもしれない。逆に言うと、うちとしては、国力五分五分じゃない、これ。下手すると今川とうちって。ね。五分五分だよね、これね。愛したことねえぞ。今川がなんだって？お、まだそうか。進めてないわ。内政しなきゃ。これを作れば。早くやりたいな。いいですね。国土が 20% 上昇。いや、豊かになってるよ、だいぶ。姉も入ってきましたね。やっぱ早く欲しいな。単位が精度が新レベルに打ちたい。旗本先で役とかどうなんだろう。まあ打つべきなんだろうけどさ、まだ今じゃないな。そうね、斎藤褒めなさすぎだよ、ね、いくらなんだろう。やるか。どうなんだよ。労力ないさ。大久保忠勝に一条を任せたいぐらい。待って、窮地いいって。落ち着け。あ、燃えてんね。まあうちじゃない、この燃えはね。北畠が意外と。あ、ダメだ、北畠終わったわ。これ違う、新宮城攻めてんのか。河内畠山。Say goodbye。 どうだろうね。いや、確かに少なっぽいけどね、こうやって見ると。だからこそ織田欲しかったっつな。あー、でもいっぱいいる。僕前木曽義有、木曽義康、小牧源太。殺されるぞ。藤田行きます。藤田行きますって斎藤のイメージないんだ。あー、でも明智家臣なんだ。ワーフ利休なんだ。いや、こっち来いよ。タワちゃん、竹山北畠より滅亡。いける？あ、いけるね。行くか。行っといた方がいいね、これね。承知いたした。これ今がおそろいに足らんよ。おめえがなさすぎるな。むちゃくちゃな戦ずっとしてきたからね。そりゃ、わかるわな。これ、岡崎、岡崎は自分でやる。そう、自分の城だ。なんで岡崎支持されてないんだろうと。そうだ。やってない。
三月長尾により滅亡。マジっすか。あ、本当だ。斎藤がうまーい障壁になってくれてるわ。そうだね。凄まじい差開くよね。心得申した。いや、500保っておきて、おー、いったね。そう、斎藤、しゃかりきに行くんだよな、北畑に。気がついたらこの辺、斎藤な、斎藤じゃない、六角になってるんだね。素晴らしい。そこが達成。お、今川が行った。そんな言うあんの？今川。なさそうだけどね。まあ、とりあえず今、うちはおとなしくしてます。まあ、その時ではない。熱田神宮早く再建したいけど。よろしいでしょう。なんすか？沢山攻め。わー、めんどくせー。めんどくせー。自分割引いいっすか。自分割引いいっすか。まあ、込めないんですよ、ね、込めないんで、ちょっとすいませんね。なんかちょっとね、あのすいませんね、なんかね、具合で食べてもらっていいっすか。あ、ダメだ。9700以上しっかりなっちゃ怒られちゃった、石川勝間さんに。すいません、込めないんさ。微妙に足りてない。しっかりやらないとダメなんだ。あ、これいけるの？できる限り割り切る。これいけるの？ 1 枚だね。そうだ。ギリギリのところを攻める。落とさなくていいよ。なんなら。さあ、元服で、ドン。おーね、ただぞね、ただすけ交渉何ができんの、バカ。いいかそれの。これでも外交が止まってちょっとしばらく収支が増えるね。これ黙ってなんないせいした。あ、ゴロやってんね。エラゴンです。今川と呼応してんのか。そろそろね。いや、まあでも、まあ落ち着きましょう。とりあえず、まあ米がなさすぎるから、滝川一正の出世を早く促したいなっていう感はあるよ。ここなんか固めんのやだな。裏切られそうなんだ。ノップ酒井忠次の元で決まる方ね。怖い。本録もね。お前の喜びにござる。求心は、求心勢はちょっとばらけさせましょう。いや、で問題は一マスなんさ。滝川一マスは。ちょっとね、混乱持ちだから特別扱いしなきゃいけないんだよな。あ、大久保忠勝をあれにしてもいいかもね。城主にしてしまってもいいかもしれないね。そうなって。感謝に達すぞ。早くこう、よろしいでしょ。あれ来てくんねえかな、朝廷からの指示。そろそろ来てもいい、タイミング的には来てもいいような気もするよね。斎藤家が東北の4ヶ月間の親善を開始。ということはもう同盟今延長しちゃっといていいのか。親善上がるってことだよね。よろしい。役を互いのように。ちょっとなんか念をされたんだ。怖いわ、あの人。では始めようか。あ、今が落としたに飛ばすよね。まあ、そら落とすわな。タバタケもいっちゃんきつい時にこっちに来てからさ、なんかざまあ見る感も多少あんだよな。
そうね、収支が濃いものになってきたね。やっとこやっとこ戦国を生き延びられるぐらいの収支になった。最後の攻撃失敗してんすね。どういうことになってるこれ。何が起きてんの。足利対六角が始まってんのか。先導焼けちゃうところです。まず米丼立てるか。3000か。張り切っちゃった。何欲しいっす。小2も作ろう。キラテ G。 まだ燃えたけど、まあうちじゃないからね、とりあえずは大丈夫っす。もともと火消えたね。あ、燃え始めた。あ、北畑じゃない？大河内城結構兵いるし。やっとなんか早送りしてもある程度見られるなっていう感じで、テレビになってね。繁盛、ぜひ、パッパにお願いっす。戦わず、調略でついてほしいな。でも調略って結局調略をさせなきゃダメなんだよね。大事ではまだ、ね、いや、レベル2ってことでしょ。レベル2はまだ全然だと。城4つだから、三河だからさ、ここが入ってきちゃうのさ、吉田長篠が。だからレベル2は全然いけねえっす。熱田神宮だね。破壊とかそういうのやらせないとダメなんだよね。羽もロールかもないですけど。セウニ町完成。政府開始の政策で事業界も思いのまま打ちたいんさ。打ちたいんさ。残念ながらね、その資格がなかった。我々やめてくれよ。周辺諸国が直撃した。やったぜ。まあね、今じゃないか。いいですね。収入増えるのマジでいいっすよ。これね、これをパッパにやらせるか、パッパなり信長にやらせればワンチャン、で、これで内政の勲功がたまるからさ、いけるかなと思って。表情、表情じゃない、誕生を与えて、仲裁やることできる。出世してそうだよね。うん、そうね、してるね。作もっこり。お任せください。マジで無所詮。いや、常にね、安心。お任せを。アネちゃんマジ強いよ。感謝しております。で、つまい。フリッシュ感じゃ、行ってくれ。てください。あ、ポロクッツァン、いいですね。ポロッシュ、いやもう言わんでくれ。頼む。いいですね。マジで今川このムーブいいっすよ。我らもチャンス来そうだね、そろそろね。総商業達成。パホーンが買えるようになった。パホーンが、あ、欲しいな。取り込みたいね、早く。コロクッツァン、コロクッツァンも強いもんね。きたー。あと3回か。
焼き討ち申し上げたし、悪くはないんだよ正直。竹川一正のあの聴力をさ上げるっていうんでも一発やらそうか。やって見せまする。同盟状態も初期なんで何にもない。多分もうこの辺全部ニュートラルの状態だよ。いいね。そしたら一回成功すると感情一発上げられんじゃん。あーダメか。あパッパ黄色になる。やったぜ。弾けない黄色だけど、黄色大事だ。ありがとう。そうそうそう、今川もやりやるし、あのなんなら北条もやる。今川とハイジュースこれめちゃくちゃいいよ、ね、取ったよかろう。今火薬消えてほしいな。あの消えないなこれ。大丈夫か。内政が終わればって話か。島かだ。武勇高いよね。80も大したもんだよ。お任せくだされ。質もいいし数も多いな。この連中って本願寺、三好により滅亡やる。本願寺、三好より滅亡か。あ、豊いいですね。この辺の豊はマジですごい出てくるからね。本に来ようぞ。感謝いたすぞ。お金、金がなかったんですけど米丼作れると思ったのに。おーですよね。来たぜー犬ちよ。忠節を尽くしますぞ。いや本当この辺の強烈、この辺の武将はねマジでないでしょ。やめよそういうの。あでも強烈だから別に断れんか。地行需要でもいいな。地行需要だともったいない気もするんだよな。こうぶち込んでおいてもいいかもしれないね。セーブってお前。あ、もうセーブも意外と高いのか、一応。そうだね。ただ100万石だもんな。まあ、ここでいいかって、とりあえず押し込んでおいて、これってさ、城主にアップグレードできるんだよ、確かね。ありがたき幸せ。入ってる。前回これなんか失敗した覚えがあるからさ。さあ入ってる。よろしいか。よろしくはないな、それは。そうそうそう。あ、米丼作れる。作りましょう。平手の陣。こちらに。いやだいぶ兵力充実してきたよ、ね、だいぶ充実してるよ、まあ、連兵上でブーストこいてんのがでかいんだけど。制作ね。あー先も何百とか受けたまわりました。もう撃ってもいいよね。一種体重しておきましょう。考えなあります。あ、いや、身長国も強いでしょ。混乱とかいらんぐらい強くなってるんですよ。混乱はめとかもう必要ない。昇進いたします。あ、機嫌、あ、しまーす。これでよかろう。行きましょう。あら新党の大名様は建設中か。そうだね、建設してんね。すぐ終わるんじゃないかな。じゃあ、一応ね、まだもう余裕でしょ、こんな。愚者よ、愚者。
この兵が教えてる。上機嫌だ。上機嫌だ。わぁ。何が上司ってこと？とりあえず、とりあえず。帰らんないし。帰らんないです。あの、あ、質問されといてこ。感謝しております。花森の地下。ありがたき幸せ。あ、外国人間違ってた。あれにしたと思った。拾ったんでしょ。それは多分あれです。過ちです。混乱を探せ。やっぱりしかいない。やっぱ混乱貴重だな。お任せくだされ。お前の喜びにござる。では始めようか。よう見てる。よう見とった。僕ですよ、フィズナー。え、メンペね。メンペッペ。ははぁ。旗本先手役、発令。さあ、そろそろさ。あ、まだ隠居できんか。酒井忠次ねー。いや、もったいねえよな、わかるんだよな、これ。ね、知略、省略制圧にすれば90いくもんね、能力。あ、もったいないのはわかるんだよな。ありがたき幸せ。いや、これはちょっとさすがにこっちのどっちかにしよう。できれば省略の方がいい。取りに行きます。まあ、今日はこんなところにしときますか。織田も滅ぼして、まあそこそこ切りもいいし、明日が仕事だからさ、僕、明日からピザ焼くわ。1日200枚ぐらいピザ焼くわ、明日から。まあ今日はこの辺で、スッと終わっていきましょう。めでてえことに、今日日本と韓国がね、勝ったことによって、1.5 倍の配当金がついて、なんとかプラマイちょいプラぐらいに戻したわ。今までの負け分取り返した。よかった。そうね、昨日のいや、まあでも今日の出だし相当やばかったけどね。斎藤が燃え始めた時はマジでどうしようかっていう話だったけど、まあでもそこ乗り越えて織田もなんとか吸収できたしね。いや今日はマジで順調というか、まあもっといいぐらい、順調のさらに上を行ったぐらいの感じですね。上出来です。将軍家確かにやばいな。あんま見ない広がり方してるんでしょ。まあ、それも、イベントなし、寿命なしとか、なんでしょ。はい、ということで、今夜はここまで。また、明日。明日でもどうだろうな。もしかしたら元気ないかもしれない。から、まあちょっとTwitter の方、X の方、フォローして、ステイチューンでお願いします。じゃあまた、多分明日、じゃなかったら明後日、お会いしましょう。今夜もありがとうございました。